1次関数と方程式丸4。今回は二直線の交点について一緒に学んでいきましょう。さあ例題見てください。直線 y イコール 2x プラス6と直線 y イコールマイナス x プラス3の交点の座標を求めなさいという問題です。さあ皆さん前回の授業を思い出してほしいんですけど、交点の座標ってどうやって求めるんでしたっけ。こちらです。2つの直線のグラフの交点は連立方程式を解くことで求めることができますよと。直線と直線の交点の座標は連立方程式の解だよということなんです。はい、だからみんなはこの y イコール 2x プラス6と、はい、そして y イコールマイナス x プラス3、これ連立方程式にしてこの連立方程式を解いてあげればいいわけ。はい、じゃあやっていきましょうか。さあこれいろんなやり方があるけど加減法でやってみようか。はい、まず上から下を引いてみよう。はい、そうすると、はい、左辺は y-y だから0だよね。はい、そして 2x-x ですからこれ 3x になると。そして 6-3 だからこれプラス3。はい、そうすると -3x イコール3になるから x は -1 って出るよね。さあこの x イコール -1 を上か下どちらかに代入しようか。じゃあ下に代入してみる。はい、そうすると y イコールマイナスでカッコマイナス1たす3だよね。はい、そうすると1たす3で y は4って出ます。はい、ということで x の値 y の値求めることができたから、はい、交点の座標は x 座標がマイナス1ってこと、そして y 座標が4ってこと。はい、交点の座標マイナス1カンマ4と求めることができましたよと。はい、こんな風にやっていけばいいわけです。ということで今回は二直線の交点について一緒に学んでいきました。